はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はね、今から名古屋のカニ本家に行ってきます。はい、カニ本家さん到着、今から入ります。はい、今日は今から接待です。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。昨日はちょっと飲みすぎまして、今日は土曜日の撮影でしばらく、飲み会が続いてて動画が上げれてなかったですが、まあ、やっと今日ちょっと撮影できるようになったので、今日はねこれを紹介したいと思います。 C-Force の HDMI と USB-C3.1 のハブですね。これインディゴで買ったものなんですけど、やっと昨日届いたのでちょっと開けてみたいと思います。はい、結構小さいですね。僕がよく見てる YouTuber のドリキンさんも購入してたんですけど、はい、こういったものになります。これなんで買ったのかというとですね、今 C-Force という名前がついてるんですけど、スイッチ、任天堂スイッチのドックの代わりになるものです。これだけで、ここにこのね任天堂スイッチにこれを挿しまして、であとはねこっちに、こっちサイドに USB-C3.1 が2つで、こっちに USB-C とこれ HDMI 出力ですね。でこっちに USB の 3.1 の A タイプがついてます。これまあ基本的にはこれついてる数は、こっちが USB-C なのでこれだけ小さくて、サイズ感これぐらい、スイッチの画面より全然小さいし、これ多分ね、あの持ち運び用のやつにそのまま入りますね。このままで荷物がだいぶ出張時に減るという格好で今回これを購入しました。まあ、こっから給電して、あとこっちに出す感じなので、これ1個持っていけば充電する際にもこのハブとして使えるので、まあとても便利なものだと思います。他にもね、なんか Amazon 見てたら、もっとこのスティックタイプのやつも販売されてたんですけど、僕がこれを知った時にはこれしか売ってなかったので今回これを購入しました。まあ、ちょっと実際使ってみないとどうかわかんないんですけど、とりあえず今日はこんなところです。今日は C-Force さんの USB と HDMI のハブの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。